5月の22日です。政治、政治政治の方はもう花、もう本当もう終わりですね。もう先端の方が今花咲いてるような感じで、もうそれも終わりに近づいてるみたいです。変わったところは、まあ今から若干ご紹介させていただきますけども、ミニベルはもうなんか小さいこう勢いいいのがだんだんまた出てきてます。あと部屋にちょこっと落ちた葉から出た芽なんですけども、それがありまして、それがちょっと大きくなってますかね。それ後でご紹介します。ミニバラ。ミニバラは、つぼみ。まあ、あれからまだ変わりませんね。まあ、2日間しか経ってませんから。こんな感じです。ミニバラはあまり変わってません。なでしこ。ちょっと小さいなでしこ。なんか、すごい勢いが、ちょっと立ち上がってきましたね、花がね。感じで。すごい、かわいいですね。こんな感じです。これな、これは本当のなでしこじゃないですよね。なんかそれらしいような感じの、姿してますけど。このなでしことまたちょっと違いますよね。植え替えしたらやはりなんかちょっと違うんじゃないですかね、これ勢いに。花がすごい状態になりましたね。勢いよくなりました。あと、これですね、これ。これ、名前わかりました。スーパーチュニア。なんか、黒い花が咲いてましたね。黒っぽい。ミニスワローブラック。なんか、そんな感じの多分名前だと思うんですけど、一応名前、札忘れるとあれなんで、書いておきました。あと、この間これちょっと触っているうちにですね、ポリンと折れちゃったんで、これこれですね、これ。ここ2つ、挿し木しました。結構鋭くこう、なんていうんですかね、斜めにちょっとさ切りまして、それをちょこっと刺しました。なんか根付いてきてるような感じですね。それから3日ぐらいもう経ってますので、多分これ根付くかもしれないので、スーパーチュニア、こんな感じです。あとは、はい、ミニカーベラ。ミニガーベラにつきましては、すごい新しい、こう、綺麗な葉っぱが、花が咲きました。最初こんな感じの赤いやつだったんですけども、これがもうちょっとするとこんな立派な、綺麗な葉っぱになるんですね。鮮やかです。最初こんな感じなんですけど、子供の時は。赤ちゃんですか。赤ちゃんの時はこんな感じ。成熟するとこんな綺麗な葉っぱになります。白いやつは結構まだまだ出ないんですね。根はあるんですけども。白いやつはまだまだダメですね。赤いやつはまだ赤ちゃんもいっぱいいます。生まれないまだ卵か。にもあります。これがだんだん育ってくると思います。変わったところではですね。これクレマチス、花がですね、まあ、クレマチスらしい、花咲きました。これです。ちょっとピント合ってるかどうかわかりませんけど、こんな感じですね。ちょっと合わせては見るんですけども、こんな感じでクレマチス、花が咲いております。今咲いている花が2つです。クレマス、こちら一つです。ちょっとピントが合ってないと思いますね。難しいです。こんな感じです。はい。あとはバラですね。はい。こちらのバラ。このつぼみ大きくなってますね。
もう咲く感じですね。ダヴィンチはもう一輪咲きまして、葉っぱが結構上がってきてます。芽が上がってきてます。ダヴィンチ、はい、こちらの方はですね、切り花で3つほど取っちゃいましたんで、まだ、咲き始まったのがこれぐらいですかね。切り花にしたのも、相変わらず変わっておりません。もうこれ完全に多分芽少し出てると思います。これ植え替えの方が楽しみです。はい、カップ咲きの、ガーデナー、カップの木のガーデナー、こんな感じで咲いております。咲きのガーデナー咲いてきてます。これもすごいですね。もうぎっしりしてます。中に外側が白ピンク、まあ白だね。外側が白、中が黄色っていう感じの、いい感じのガーデナー。このぎっしりしたのが好きで買っちゃいました。すごいですね。こちらもまだ変わりませんね。ちょっと痛々しいですね。なんかね、薬塗っちゃったんで。でも仕方ないですね。はい、こんな感じで、はい、育ってます。頑張ってます皆さん。はい、はい、続いて、続いてクリスマスローズですね。こちらの方も変わりありません。芽がどんどん育ってきてます。はい、この方はちょっと難しいです。あとこっちの方もちょっと芽がもう全くない状態で、これはちょっと難しいです。その他は芽がそれぞれ出てきてまして、いい感じになってます。昨日ちょっとテレビでやってました、ガーデニングなんですけども、それで見てましたらクリスマスローズ、夏にかかる前に古い葉っぱを切ってくださいっていう風な感じで、出てたんですけども、うちのはですね、まあこれは全部新しいんですけども、まあ、古いのって敷いてくのがないかなと思うんですけどね。あまり葉っぱがないのでちょっと切りようがないかな、切ってしまうとなくなっちゃうんで切りようがないかなと思って見るんですけども、まあこれですかね、古い葉っぱってね。まあ、それは後でまあちょっと考えながら、よく考えながら、まあ、これはもうちょっとしたら切っちゃいますけど、少し考えながらやっていきたいと思います。こんな感じです。はい、いい花咲いてきてますね。こんな感じです。風が強いんで、最近バラさんはここの方に避難させております。バラちゃんは避難させております。こんな感じですかね。ガーベラもいいですね。楽しみですね、ガーベラ。うん、ガンガン上がってくるのが分かるんで、ガーベラも楽しみです。最後にですね、うどんこ病、何度かですね、バラの方で出てるんですけども、
やはりあのうどんこ病院っていろんな薬、まあ、同じこれメーカーなんですけど、まあ、強いては同じメーカーじゃなくていろんなメーカーのを使えばいいんでしょうけども、うどんこ病は何種類かの薬をいろんなのを交互に、やっていくのがなんかいいような感じがします。うちでもですねメーカーは同じところなんですけども、今4種類、まあ、メーカーは4種類、メーカーが同じところが 3種類ですかね。それ入れ物違いますけどね、もうこれ、種類的には4種類を入れております。なんかそれが一番いいような感じですね。いろんなのをやってくださいっていうふうには言ってますんで、よくテレビとかね、YouTube とかではそういうのを言ってましたので、そういうふうに実行してます。その方がいいような感じがします。なでしこはね、なんとなく勢いがすごいです、なでしこ。これもやはり根をね半分崩して植えたのはねすごい栽培してるような気がします。そんな感じしますね。これも植え替えましたんで、こんな感じですね。なんだかうわっ、もうしてますもんね、ちっちゃいのは。なんかいい感じですね。スーパージュニア、これがいい感じにこうグッと上がってきてますね。挿し木したのもいいです、先ほど言いましたけど、まあ、こんな感じですね。今日現在、うちの花々たちはこんな感じで頑張ってます。ではまた。それとですね、カーネーションですね、こちらの方も、全部ですね植え替え、しまして、いい感じにこうギンギンにこう硬くですね、なんか育ってるみたいです。いい感じに育ってます。多分これもまだまだ芽がどんどん出てくると思いますね、今からね。これの方も楽しみです。花ちょっと終わった、これ終わった花ですね、これね。ちょっと今度花摘みします。こんな感じです。バラの方なんですけど、ガーデナーのこの、花ですね。これは今日もう花摘みしちゃいます。花摘みして、挿し木にしちゃいます。下からもっとどんどん上げるために、これ挿し木、今から。花摘みして挿し木にします。うちで咲きましたバラ3種類、ここにありますクレマチス、こちら、妻の方に、お供えさせていただきました。こんな感じで香りがありまして、すごいいい匂いが漂ってます。朝ですね、動画撮ってましたけど、これダヴィンチ、前回撮ったやつですね、まだ残っております。これ2番果です。3番果今日切っちゃいました。こちらの方はまた別なとこに、切り離しております。パキラと一緒に植えてます。これ大きくなってきました。これがだんだんですね大きくなっていくと思います。これも様子見てみます。今はこのぐらいです。今このね、だんだん大きくなっていきます。当初はですね、この下のぐらいの大きさだったんですけど、
ギュッと伸びちゃいまして、このぐらい今ちょっと大きくなってます。これもだんだん大きくなると思います。楽しみですね。なんかこう、やばいな。こんな感じで。あとですね、クレマチスの一本だけ、ここに、挿し木に持ってきました。あと、これがですね、ダヴィンチ、これ3番花です。はい、今、ダヴィンチに花はありません。こちらの方に切り花にしました。と、これもカップ咲きのやつをこちらに持ってきました。今日、今朝ほど見てたと思いますけども、もう、こちらの方も切りまして、こちらの方に挿し木になってます。あとは、この下の枝なんですけども、枝だけですね、挿し木でちょっと芽を出させてみようかなと思って、今ちょっと試してやってみます。以上です。すいません、一番最後にですね、ガーデナー、切りまして、挿し木にしました。ここにある白い紐を結んであるのが4本、これ挿し木にしております。こちらの方も、後々、ご報告していきたいと思います。